2014年の西アフリカエボラ出血熱流行は、ギニアをはじめとする西アフリカにて2013年12月頃から、バイオセーフティーレベル4に属する最強の感染性と、毒性を持つエボラウイルスによって引き起こされるエボラ出血熱が流行し始めた事象で、2014年6月頃より、感染が急拡大して、深刻な事態となった。2015年10月18日までにおける、 世界保健機関の発表によると、感染疑い例も含め28,512名が、感染し、11,313名が死亡した。この対策には、フーの他に、アメリカ疾病予防管理センター欧州、委員会西アフリカ諸国経済共同体国境、亡き医師団平和部隊、赤十字社などが乗り出し、各種基金や人的支援を行っている。流行は、 森林隣接地帯が中心であり、この地域の葬儀で死者に触れる習慣が流行を加速させていると国連代理人は述べている。また、コウモリやサルなどの野生動物を食べる習慣がリスクを高めているとの推測もある。患者は急増し、アメリカ人の感染、死亡と同国医療従事者の感染があり、2014年8月8日、風は西アフリカにおける エボラ出血熱の流行が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であると宣言した。2016年3月29日解除。エボラ出血熱の感染者数、死亡者数ともに過去最多に達し、2015年10月時点でも指数関数的に増加中であった。また、西アフリカにおける初めての流行、及び史上初めての首都での流行となった。 2015年5月9日、風が収束の目安としている42日間で新たな感染者が確認されなかったことから、リベリア政府はエボラ出血熱の収束を宣言をした。2016年1月14日、風は西アフリカで確認された感染の収束を宣言した。しかし引き続き警戒を行い、もしもの時に対応できる体制を整えておくことが、 重要だともコメントした宣言翌日の1月15日、シエラレオネで2015年9月以来となる感染者が発見された。流行は2013年12月にギニアで始まった。最初の感染者は月経に在住していた2歳の男児だと見られている。すぐに母親、姉と祖母が死亡したが、誰もエボラだとは考えなかった。 感染源としてはウイルスに汚染された果物を食べたり、汚染された針で注射されたこと、野生のコウモリとの接触の可能性などが疑われるが、明確な原因は不明である。またこの男児を含め、最初期の感染者の疑いがあるとされている人の居住権として、コナクジ、ゲケドゥ、マセンタ、ダボラが挙げられている。感染が始まった場所はより正確には、 メリアント村で最初の犠牲者である二歳男児がよく遊んでいた村にある大木のほらにはエボラの自然宿主であるコウモリが生息していた。このためこの木がグラウンドゼロと疑われている。口述のように公衆衛生の遅れや現地の習慣のほか、呪術治療への進行と外部から訪れる医療関係者への不信などが感染を広げた。ギニア保健省は 翌2014年3月20日に、2月9日に、初の発症例が確認された、正体不明の病気が36人で確認され、うち少なくとも23人が死亡したと発表した。その症状には発熱、下痢、嘔吐が含まれ、一部の患者には出血も見られると報告されており、ラッサ熱、黄熱、エボラ出血熱の症状に似ていた。三月十二日に、 ギニア政府は、フランスのリオンにある研究所から病気が、エボラ出血熱であるとの報告を受け、その時点での感染被疑者は80人、死亡者は59人だと発表した。ギニア保健省からの通告に基づき、フーは3月23日に第一報を出した。ギニア保健省の3月25日の報告では、ギニア南東部のゲケル、マセンタ、ンゼレコレ、 キシググでの発生が伝えられている。その翌日、フランスリヨンのパスツール研究所は、それがザイール株であると発表した。ただし、その後の全遺伝子解析によって、それが新株であることが明らかになっている。ギニアの首都コナクリでも感染が見つかった。NGO プランギニアのイブラヒマトゥーレは、コナクリの大部分の人々は貧しく、水と、 公衆衛生が不足しているため、流行が急速に拡大する危険がある。水が不足しているため、でも洗えませんと述べている。また、西アフリカには、葬儀で遺体に触れて哀悼するという習慣があり、これがエボラ流行の原因の一つになっているという指摘も、ある。ギニア、シエラレオネ、リベリア各国の当局は、国家非常事態委員会を立ち上げ、エボラ対策計画を実行した。 また、西アフリカ諸国経済共同体は3月末、国際的支援が必要との声明を発表した。第44回西アフリカ政府、長官会議期間中の3月30日、エコワスは25万 US ドルの支援を発表。シエラレオネ当局は、ギニア及びリベリアからの入国者に対し、厳しい健康チェックを行う規定を発表した。欧州委員会は、 ギニアとその近隣諸国での流行を抑えるため50万ユーロを供出した。EC は状況評価と地方への情報伝達のためギニアに専門家も派遣している。EU 委員で国際協力、人道援助、危機対応担当のクリスタリナ・ゲオルギエバは3月28日のプレスリリースで我々はこの悪性の病気の蔓延に強い関心を持っており我々の支援は 保健対策に即時かつ効果的となるだろう。近隣諸国に流行が広がるのを抑えるためには、我々の素早い対応が不可欠であると述べている。ギニアの北隣セネガルの内務省は3月末、ギニア国境からの入国を無期限停止にした。さらに2014年3月26日、モーリタニアはセネガル側の上流にギニアがあるため、 セネガル側からの入国口をロスソとディアマの2カ所に制限した。3月31日、アメリカ疾病予防管理センターはギニア保健省と風のサポートとして5名のチームを派遣している。2014年4月1日、サウジアラビアはギニアとリベリアからのメッカ巡礼を理由としたビザの交付を停止した。さらに、モロッコは西アフリカのハブ空港である。 ムハンマド5星国際空港の医学チェックを強化した。これとは対照的にギニアとリベリアの国境は大きな対応はなされなかった。リベリアのモンロビアに駐在しているギニアの大使は国境の封鎖ではなく直接病気と戦う努力が効果的だと主張した。EU が資金提供しているヨーロッパモバイル研究所は風雨、地球規模感染症に対する警戒と 対応ネットワークの流行対策の一環として、リスクグループ4の病原体を取り扱える移動実験室を派遣した。この移動実験室が採集した患者20名の血液サンプルからウイルス RN a を抽出、配列決定し、2007年に今後民主共和国で発見されたウイルスと97%一致することが確認され、4月16日に発表された。 4月23日の時点で感染者数242、そのうちの死者142であり、致命率は58.7%となった。シエラ・レオネ、マリ、ガーナでも疑わしい患者が見つかったが、臨床サンプルはエボラウイルス陰性だった。5月にはギニアの状態も改善に向かっており、ゲケドを除いて新たな感染者は報告されなかった。 ところが5月23日から27日にかけて、ギニアのゲケドゥ、マセンタ、コクナリの3地区に加えて、新たに、ボッファ、テリーメレ、ボケ、ドゥブレカの4地区、さらには、ギニアの南にあるシエラレオネでも、臨床例が報告された。6月5日には、ギニアのクールーサでも感染が報告されている。6月17日、リベリアのモンドビアでもエボラにより7名が死亡したと、 報告された。6月23日、国境なき医師団は制御できない状況だとの声明を発表している。7月25日、ナイジェリアの最大都市、ラゴスにある西アフリカ地域最大のハブ空港にて、リベリアから入国したアメリカ国籍を持つ、リベリア人、パトリック・ソーヤーの同志でのエボラ感染、同日中の死亡が発表された。7月27日、リベリアは、 感染の拡大を防ぐために自ら国境封鎖を行った。7月31日、シエラ・レオネのアーネスト・バイ・コロマ大統領は非常事態宣言を行った。8月6日、リベリアのエレン・ジョンソン・サー・リーフ大統領は非常事態宣言を行った。8月8日、世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開いた上で、西アフリカにおけるエボラ拡大を 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であることを宣言した。ナイジェリアのグッドラック・ジョナサン大統領は国内でエボラ感染が続発している事態を受け国家非常事態宣言を行った。8月13日、ギニアのアルファ・コンデ大統領は公衆衛生上の非常事態宣言を行った。8月15日、国境なき医師団は私と その声明に先立って、風はエボラの流行規模がこれまで大幅に過小評価されてきており、拡大防止のためには異例の措置を講じる必要があるとの見解を表明していた。8月28日、風はエボラ出血熱流行の最終的な感染者数は2万人に拡大する恐れがあると警告した。8月29日、セネガルは 同国内で初めてエボラ感染者を確認したと発表した。9月2日、国境なき医師団は、世界の指導者たちは、エボラ出血熱への対応に失敗しつつあるとの、見解を緊急発表し、西アフリカ各地の緊急仮設病院の増床への、資金提供と訓練された要因の派遣。さらに、ギニア、シエラレオネ、リベリア全域への移動検査所の展開に対する、 援助を求めた。9月18日、国際連合安全保障理事会は緊急会合を開き、異例の公衆衛生に関する決議を行った。9月22日、風はエボラ出血熱の流行を食い止める劇的な抑制策が行われない限り、11月までに感染が2万人に拡大すると警告した。9月23日、アメリカ疾病対策センター CDC は、 適切な対処が取られなかった場合、2015年1月中旬には感染者数が55万人から140万人に拡大すると警告した。CDC は推計を9月26日に公表し、2015年1月20日までに55万から140万人の感染の恐れとしている。その中で CDC は風等計は実数の 約40%ではないかとの推定を示しており、9月26日、コロの実数は約2万人としている。9月23日公表の風、エボラ対策チームによる2014年11月2日までの予想感染者合計は、ギニア5740、リベリア9890、シエラレオネ5000、合計約2万人である。2016年3月29日、 国際的に懸念される公衆の保健所の緊急事態解除。ギニア、シエラレオネ及びリベリア参加国の国家当局はエボラウイルス薬病の対応計画を立案しニーズ調査を実施し国家非常事態委員会を発足させた。フーのアフリカ地域事務局長のルイス・サンボは7月21日から25日にかけて影響した国々を訪問し政治リーダーや 保健省、NGO、他の政府機関と面会を行った。彼は文化的慣習を尊重しながら行動の変化を促すことの必要性を強調した。ギニアギニアとリベリア間の国境は4月の間、閉鎖などの対策が取られることはなく解放されていた。これについてギニア政府はリベリアの首都モンドビア近くのギニア大使館の発表という形で、 国境を閉じることよりも、薬病と直接戦う努力をする方がより効果的であると主張した。リベリア・リベリア保健省は遅くとも7月23日までに、アクラにおけるエボラ出血熱のアウトブレイクに対する対処法の改善に向けた会議における取り決めに従い、戦略的な封じ込め作戦を開始した。7月27日には、リベリア大統領のサーリーフが、 国境の封鎖を宣言した。この封鎖において主要な空港などいくつかのポイントについては例外とされているが例外とされた場所については検疫所が設けられた。さらに国内で最も感染が深刻とされる地域を隔離することを決定した。流行に伴い多くの人が集まり感染のリスクが高まるという理由でサッカーのイベントは中止された。また、 国境封鎖から3日後にサーリーフは、リベリア大学を含む国内全ての学校を閉鎖し、さらにいくつかの自治体を隔離した。8月6日には、エボラ出血熱による医療体制の弱体化により、リベリアにおける地域感染症を治療することが困難になる可能性があることも一因となり、非常事態宣言が出された。 サーリーフは、この非常事態宣言により一部の権利について、停止する可能性があると述べている。また、リベリアでは2014年10月に、特別上院議員選挙が予定されていたが、リベリア国家選挙委員会は同日、エボラ出血熱の流行下で選挙を実施すると選挙の原則である、自由性、公正性、透明性、信頼性に影響するとして、 選挙自体の実施が困難であるとし、各政党の党首に選挙の延期を提案した。8月16日に首都モンドビアにおいてエボラ出血熱の患者が隔離されている施設が、スラム街の若者数百人により襲撃され、患者17人が隔離施設から逃走したが、19日に全員の消息が判明し、別の治療施設に移送されたことが発表された。 この事件の他にもエボラ出血熱に感染した患者が自分に感染することを恐れた他の住人に放置されるといった状況が生じている。8月19日、リベリア政府はエボラ出血熱の拡大を防ぐため夜間の外出禁止と首都モンドビアの一地区を含む2地域を隔離化とすることを発表した。9月8日、フーはエボラが流行している国の中で 最悪の被害が出ているリベリアでの感染者が向こう3週間で数千人増える見込みだと発表し各国からの同国への支援のさらなる拡大を求めたリベリアのブラウニーサム会国防相は9月9日に国連のアンポリの会合で国家存亡をかけた深刻な脅威に直面していると訴えた9月10日リベリアのサーリーフ大統領は日本の安倍晋三首相に書簡を送り 自衛隊などからなる緊急医療隊の派遣を要請した。シエラレオネ・シエラレオネは一時的措置として、ギニア及びリベリアからの入国者に対して厳格な検疫を実施することを含む監視療法プロトコルを再導入した。7月30日にシエラレオネ政府は非常事態を宣言し、国内において流行の深刻な地域を隔離するために軍隊を配置した。 感染拡大の深刻化に伴い、国連は8月26日に大規模農業に従事する多数の農民の活動が妨げられていると発表、食料危機の発生の恐れがあるとした。シエラレオネ農業省報道官はエボラの発生により、農民たちは5月以降に植えた農作物を収穫できなくなっているとの見解を示した。9月6日、シエラレオネ政府は エボラ出血熱の流行な封じ込めを目指し、19日から国民に72時間の外出禁止を命じると発表した。さらに外出禁止期間中にボランティア2万人以上による全世帯訪問を実施し、エボラ感染者の特定や追跡及び死者の回収に乗り出すことを計画していることを9月8日に明らかにした。2015年11月7日に、は、 シエラレオネのエボラ流行収束宣言を出した。ナイジェリア2014年8月31日時点のナイジェリアでのエボラ流行ナイジェリアでは8月5日の時点で2件の感染例と6件の疑い例が発生している。ナイジェリアでの最初の発症は7月20日に空路でリベリアからロメ、アクラを経由した後にナイジェリアに入国したアメリカ国籍のリベリア人パトリック・ソーヤーであり、 ラゴスに到着すると同時に発症した。ソーヤーは5日後の7月25日にラゴスで死亡している。これを受けてナイジェリア政府はすべての入国地点において検疫官を配置し入国者の健康状態を確認するなどして監視を強めた。初期の報告によると生前のソーヤーと接触していた69人が症状の有無に関わらず厳しい監視のもとに置かれた。 この数字には、空港職員や航空機の同乗者、ソーヤーが入院していた病院の医療従事者も含まれる。その後、ナイジェリアの主要航空会社であるアリクエアはリベリア、およびシエラレオネへの運航を中止した。8月4日には、ソーヤーの治療に当たっていた医師がエボラウイルスに対し陽性反応を示し、治療を受けていると発表された。 一方で疑い例としてはギニアへ旅行していたナイジェリア人男性が含まれる。8月6日、ナイジェリア政府は、ソーヤーの治療に当たっていた看護師がエボラ出血熱により死亡したと発表した。8月24日、現在、医師2人、看護婦2人、運転手1人が死亡し、感染者の配偶者2人も二次感染し、合計感染者18人、死亡者5人になった。 この全員が、ソーヤーの一時または二次接触者である。セネガルセネガルでは、薬病の拡大を防ぐため、内務大臣がギニアとの南の国境を通るすべての人の往来を無期限に停止するよう命じたとの声明が3月29日に、国営セネガル通信により発表された。この措置は5月に一旦解除されていたが、8月21日、 セネガルは感染拡大防止を理由にギニアとの国境を再び封鎖した。8月29日、セネガル保健省は同国内で初めてエボラ感染者を確認したと発表した。行方をくらませたギニア人の感染者一人がセネガルに行ったと27日にギニアから連絡を受けた上での対応であるのこと。西アフリカ諸国での問題意識。 エボラ感染にしアフリカ4カ国では、エボラが公衆衛生上の大問題ではないとされ、この認識が対策が後手に回る原因となっている。1日あたりの死者数は4カ国合計で、エボラ4人、ラッサ熱14人、結核114人、ゲリ404人、マラリア502人、HIV、エイズ6 8 5人であり、人材、資金、 設備に乏しいのでエボラ出血熱への対策に資源を投入できていない。特にエボラは空気感染しないため対策の必要性が意識されにくい。また対策が進んでいないのはエボラ出血熱の症状を見分けることが難しいことも一因となっている。国民も政府の対策に従わない傾向があり、その理由について アメリカの外交問題評議会のシニアフェローのローリー・ギャレットは、この地域には内戦、政府による搾取、テロが長い間続いており、それによって生まれた恐怖、貧困、再疑心などがある。エボラは耐えがたい騒音に付け加えられた一つのざわめきに過ぎないと述べている。2014年8月20日、中部アフリカのコンゴ民主共和国において、 首都近社佐より1 2 0 0トル北にある赤道州で4人の医療従事者を含む数人がエボラ出血熱に似た症状により死亡したことが報告された。8月21日、今後民主共和国保健省は13人がエボラと同様の症状で死亡したことを発表した。8月22日、風と国境なき医師団はこれらの症状はエボラによるものかどうかの判断は 時期詳細との見解を出し、検体は検査機関に送られた。8月24日、送られた検体の8件のうち2件からエボラウイルスが検出されたと、同国保健省から発表された。検体のうち1件は、スーダンエボラウイルスと呼ばれる西アフリカで流行しているエボラウイルスとは別種のウイルス株であり、もう1件の方は、スーダン株とザイール株の混合種であった。 8月26日、フーが赤道州保健局に確認したところによると、最初の患者は、夫が取ってきた野生動物を調理したしばらく後に、エボラの症状が出た池ノ門号村の妊婦で、彼女は伊坂村の民間診療所に受診しに行き、病名が未確認の出血熱で8月11日に死亡した。彼女の死の翌週、彼女の家族と治療した。 診療所の医療従事者数人及びそれらと接触した数名が同じように出血熱に罹患して結果5人の医療従事者がその後死亡した。フーは7月28日から8月18日までのエボラ感染者はこれまで死亡した13人を含めて全部で24人に上りすでに感染者の検体は近者さ及びガボンの研究所に エボラの確認及びウイルス株の確定のために送付されている。最初の患者とそれに接触した人間はいずれもエボラが流行している西アフリカ諸国への渡航歴及び西アフリカより渡航してきた人間との接触履歴は存在せず、現時点では今後民主共和国におけるエボラの派生は西アフリカで現在進行中のエボラ流行とは無関係であると考えられると発表した。 9月2日、フーのコンゴ民主共和国における広報部長を務める友人看板ビ氏は、赤道州防衛でにおいて31人の死者が出たことを明らかにし、さらに53人の、また国境なき医師団は、コンゴ民主共和国においても緊急医療施設の設置中であることを9月1日に明らかにした。エボラ流行による感染者の世界分布の内訳ガンビア8月17日。 ガンビアは各航空会社に対し感染参加国で登場させないように指示した。ギニアビサウギニアビサウは8月12日、隣国ギニア国境を封鎖した。ベナンベナンは8月7日、国内において2つの異なる病院でエボラの可能性のある2つのケースを報告した。どちらの患者もビジネスでベナンに来たナイジェリア人であった。検体は確認のために セネガルに送られた。他の西アフリカ諸国南アフリカ8月16日、南アフリカは感染参加国からの入国を禁止し、ナイジェリアとケニアを中リスク国、南アフリカ自体を低リスク国とした。ケニア8月16日、ケニア政府は感染参加国を経由する外国人の入国を禁止した。サウジアラビア4月1日、サウジアラビアは ギニア・リベリア・シエラ・レオネの参加国から入国するイスラム教徒に対するメッカ巡礼のためのビザ発給を停止した。このように感染拡大防止の対策を取ったにもかかわらず8月3日、エボラ感染疑い例の男性がシエラ・レオネからサウジアラビアに帰国し到着から3日以内にジッタに置いて死亡した。これはエボラ感染の検査中の死亡であり この男性の死因を確定させるべきであるという風の勧告に従い、組織サンプルが国際的な参考検査室に送られた。スペイン8月5日、西洋派ネ病院修道会は構成員のミゲル・パハレスがリベリアにおけるボランティア活動中にエボラに感染したことを確認し、そのことをスペイン外務省及び保健省に報告するとともに彼の帰国を求めた。 彼の本国総監はスペイン防衛省の調整の下翌6日に実現した。スペイン政府は彼がマドリードの病院において治療中であると発表したが、アメリカの医療関係者が投与されて回復していた治療薬 G マップを投与したにもかかわらず、マドリード市内の病院で死亡が確認された。アメリカ7月31日、アメリカ疾病予防管理センターは、ギニア、リベリア、 シエラ・レオネへの不要不急な旅行を控えるように警告した。キリスト教救援団体サマリタンパースのモンドビアの治療センターの医療局長として活動中であった医師、ケント・ブラントリーとその同僚一人が同時に感染し、エモリー大学病院へと運ばれた。2014年8月21日、ケント・ブラントリー医師と同僚一人はウイルス感染から回復したため、 エモリー大学病院を退院した。2014年8月6日、CDC は流行への対応を強化するため、対応を6段階のスケールの中で最高レベルである、レベル1に変更した。アメリカの保健当局は、エボラのアメリカへの広がりは避けられないと警告している。アメリカ国務省は次の地域に勧告を出した。8月25日現在、アメリカ政府は、 感染4カ国に95人の職員を派遣してエボラ対策に当たっている。イギリス2014年8月28日、イギリス政府は感染3カ国への渡航自粛勧告を出した。12月29日、イギリススコットランドのグラスゴーにおいて初の発症例が報告された。患者はシエラレオネから帰国した医療従事者の女性。 西アフリカ諸国経済共同体44回目となる西アフリカサミット開催中の3月30日、西アフリカ諸国経済共同体はエボラのアウトブレイクへの対策のために25万ドルを支出した。また、7月にはナイジェリア政府がリベリア政府に対しエボラ対策を支援するとして50万ドルの資金協力を行った。7月、 フーは11の国のの国保健大臣をを集めててガーナのアクラにおいい緊急地域会議を開いた7月3日、西アフリカ諸国は協調戦術を取ること、そしてギニアに技術支援を協力して行うための風地域センターを設立したことを発表した。この地域センターは、粉栗に置かれ、7月24日に稼働し始めた。7月31日、 フーおよび西アフリカ諸国はエボラ対策のために100万ドルを費やすことを発表した。これにより数百人の医療従事者を追加で投入できると見られている。EU3 月欧州委員会はギニア国内および近隣国でのエボラ感染拡大防止のために50万ユーロの資金提供を行った。またこの他にも現状の把握および現地医師との連絡を目的として ギニアに専門家も派遣した。欧州委員会の国際協力、人道援助、危機対応担当であるクリスタリナ・ゲオルギエバは、私たちはエボラ出血熱の感染拡大について非常に憂慮しており、私たちの支援がエボラ感染者への早急な健康支援につながるだろう。私たちが感染拡大、特に近隣国へのアウトブレイクを防ぐために迅速に、 行動することが重要であると述べた。4月には、リスクグループ3から4のウイルス病原体を扱うことが可能である移動実験室が、フー・ゴーがアウトブレイク対処の一環として、欧州移動実験計画により、ギニアに派遣された。はじめの方に得られたサンプルは、リヨンのジャン・メリュー P4 高度安全実験室において分析された。ドイツの外務省は7月末に影響を受けている。 全ての国への渡航警告を出した。8月2日、スペインも同様に渡航警告を発令した。香港7月30日、香港の保健機関はケニアに訪れた香港人女性が高熱を発症したことにより、エボラウイルスに対する監視を拡大した。彼女はエボラウイルス検査では陰性を示しており、隔離されていったものの、健康状態は安定していた。 モロッコ4月諸島、モロッコは西アフリカとのオーライビンのための地域拠点であるカサブランカ空港において医学的監視を強化した。8月初旬、リベリアの内務大臣のモリス・ダックリーはモロッコ国内でのリベリア人がエボラ感染により死亡したことを発表した。しかし、モロッコの保健大臣はそのリベリア人の死因がエボラ感染によるものではなく心臓麻痺であると 発表した。フィリピン・フィリピン外務省は、ギニア、リベリア、シエラ・レオネに警報レベル2を掲げ、6月30日より影響した国々へのフィリピン人労働者の送り込みを一時的に停止した。また、フィリピンの船員は、エボラ出血熱の影響を受けた国々の船がドックに入った際、その船がエボラウイルスに汚染されており、それによりエボラウイルスが広がることがないか、 厳重に注意を払っている。保健省は、エボラ出血熱の影響を受けた国々に、医療従事者を派遣し、アウトブレイクの阻止に協力したいと述べた。8月14日、現在、すべての外国からの入国者に対し健康、問診カードの提出を義務付けている。またサーモグラフィー検査で、接種37.5度以上の場合には、問診を実施し、隔離措置を実行する場合がある。 日本航空業界、アメリカ8月初頭に、アメリカ疾病予防管理センターは、現地保健省と、風主導の流行への対応を支援するため、ギニア、シエラレオネ、リベリア、ナイジェリアにスタッフを配置した。8月6日には、CDC は、エボラへの対応優先度を6段階のスケールの中で、最高レベルであるレベル1に変更した。8月25日までに、ギニア、 シエラ・レオネ、リベリア、ナイジェリアの4カ国に CDC、USAID、DOD の3機関合計95人を派遣している。9月16日、アメリカのオバマ大統領は西アフリカにおけるエボラ感染拡大に対してアメリカ軍から3000人を現地に派遣し、大規模な医療訓練と衛生管理プログラムに着手することを発表した。 国境なき医師団人道援助団体であり、ギニア、シエラレオネ、リベリアで活動する300のチームを持っている国境なき医師団は人々に医療ケアを与えるスペシャリストセンターを組織し40トンの備品と供給品を送っている。サマリタンズパースもリベリアの複数の場所で直接患者のケアを提供している。フー、ルイスサンゴフー。 アフリカ地域事務局長は7月21日から25日にかけて影響した国々を訪問し政治リーダーや保健省、NGO、他の政府機関と面会を行った。彼は文化的慣習を尊重しながら行動の変化を促すことの必要性を強調した。7月24日、風の 陳表トミチン事務局長は、エボラの流行への対応のための資金と人手を増やすことを促進するために、ジュネーブの政府機関や提供者と面会した。その後総額2億ドルの資金提供が決定された。8月18日、フーは国際空港、港、主要な国境検問所で出国者全員を対象に検査を実施する、要感染国に陽性、感染の疑いがある場合は、 適切な治療を目的とする対比でない限り旅行を許可すべきではないとの声明を発表した。同時に旅客機内でエボラに感染するリスクは低いとして感染国への渡航や通常の制限を拡大する必要はないとの見解を改めて示した。また、エボラ出血熱の国際的な感染拡大を阻止するために航空及び観光の各国際団体と協力して 対策本部を設置していたことを発表した。参加団体は、国際民間航空機関、世界観光機関、国際空港評議会、国際航空運送協会、世界旅行ツーリズム協議会の5つの国際団体。8月26日、シエラレオネ東部にあるカイラフンのエボラ検査施設で、風職員である。 セネガル人疫学者が感染したことを受け、検査施設を閉鎖し職員を退避させた。この段階で、提携機関からの応援職員を含め、風の西アフリカ派遣職員は約400人である。国連2014年8月、国際連合の半期分事務総長は、デビッド・ナバロ博士を国連のエボラ問題上級調整官に任命した。9月18日、 国連安全保障理事会は緊急会合を開き、エボラ流行を国際平和と安全に対する脅威とする決議案を採択し、特に被害の大きい西アフリカ参加国に特別チームを派遣すると表明した。患者20名から採取したサンプルの全長ゲノム配列と系統分類を行った結果、このウイルスは、いわゆるエボラのザイール株と97%一致するものの、 系統群は異なると推測されている。なお、エボラの感染は、可能性が高い順に、確定、疑い、可能性に分類され、PCR 法などを使って、確定診断が行われる。疑いの患者でも、PCR 法で陰性となり退院した例もある。現在、エボラ出血熱に対する、効果的な治療薬、ワクチンは共にない。 2015年1月17日から2月8日にモロッコで開催される予定のアフリカネーションズカップ2015についてエボラ出血熱流行を理由としてモロッコ政府が大会の開催延期を要請していると伝えられた。これを受けてアフリカサッカー連盟が2014年10月11日に大会は予定通り開催するとして大会延期を現時点で考えていないことを 表明したが2014年11月にモロッコがエボラ出血熱拡大を危惧する観点から大会開催の延期を希望していることをアフリカサッカー連盟に申し出ておりアフリカサッカー連盟が大会開催に関して11月11日の連盟理事会で重要な決定を行う方向であると BBC などが報道した11月11日のアフリカサッカー連盟の会合で 2015年アフリカネーションズカップ開催国問題が討議され、モロッコは大会開催を拒否したことにより、モロッコの大会開催権及び出場資格を剥奪し、新たな開催国を選定することが決定され、連盟オフィシャルサイトで告知された。その後、11月14日にアフリカサッカー連盟は新たな開催国として赤道ギニアを選出したことを発表した。 アメリカ疾病予防管理センターと風の情報をまとめると患者数の推移は次の通り6月18日の時点で風は患者数の増加はエボラに対するチェック体制の高まりも意味しており必ずしも感染の急速な拡大を意味しないと述べた一方でシエラレオネでは検査体制が遅れており実数が報告数よりも上回っている可能性があるまた リベリアで医療崩壊が起こるなどの諸問題が発生しており、8月14日に、風は把握されている、発生件数や死者数が、実態よりも、かなりの過小評価されたものである可能性を、指摘している。風は8月22日に、エボラ出血熱がなぜ過小評価されているかについての、分析結果を発表した。風は8月13日、追跡調査について、 ギニアナイジェリアシエラレオネの3カ国では94の98%進み、特にリベリアでは支援が必要だとした。ありがとうございます。